こんにちは。レオンはここに。いない。過去数日見てない。おかげで平和だ。また逮捕されたのかい？そうは聞いてない。腕を切っちまえとみんな思ってる。ろくでもない盗っ人だよ。彼に会いたいんだ。風車の方に昨日行ったよ。それ以来見てないね。私の名を出しな。マダム・マルンも。ありがとう。伝えて。帰ってきなって。トンネル内に侵入者だ。レオンか。嫌ってほど手に入る。仕事しろ。叩けるべきじゃない。俺の話を信じてるわけじゃあるまいに。貴族に会ったことは？貴族の会話は？彼らは神の血脈。その神聖な足の間から便器に流れるのは金の糸だ。なあレオン、その首からはルビーの噴水があふれフランス中に降り注いだ。今や地獄の最下層で生まれた男がオリンポスの頂に這い上がっていける。クソ野郎、離せ。這い上がるのが望みか？見えるぞ、野心だ。俺と似てる。ローズ、
ボナパルト司令。進展はあったか。これだけです。この鍵の扉を探し出したら、お前が想像もつかないほどの褒美を与えよう。その扉の先に何が。侵入者、この小僧が。誰が小僧だって。身長の高さなら変わら。君も学べ、交渉ってものをな。ローズ、地上まで案内してやれ。お任せを。殺せ。やれよ。まだガキだぞ。俺にも子供がいる。王の亡霊だ。サプライズが台無しだ。終わりが終わっていない。来るな怪物。俺は亡霊じゃない、マダム・マルコの使いだ。マダム・マルコだって混乱させる気だな。侵入者だ。おい、そこの邪魔しろ。お前を。すごい。まだ混乱しているか。早く隠れないと。慌てるな。俺は主公を探している。サンドニの地下墓地から盗まれた。それは俺の要塞の中にあるよ。後で取りに行ける。どうやったんだ。こんなに強いやつは初めて見た。それほどでもないさ。どこで訓練を。パリだ。俺は家の裏で練習してる。訓練してくれる相手がいないんだ。自由の戦士はみんなパリにいる。あんたみたいに。母親のマルゴ。マダム・マルゴ。あの人は違う。俺の母さんはモリスコだ。母さんはスペインに戻るしかなかった。だから俺を施設に残したんだ。フランスが安全になったら戻ってきてくれるさ。とりあえず武器が必要だ。それはプロに任せておけ。どこでそれを。昨日二人の墓荒らしから盗んで隠しといた。上等な銃だ。ああ、そうだろ。やるべきことは分かってる。というと。フランスを救うのさ。あんたがいれば随分と楽になりそうだ。いいか。なんだよ。まずはあの主公を手に入れなきゃ。我らがフランスの敵から守るためさ。ああ、分かったよ。地上に出なきゃな。物語は真実ではないからな。こっちが出てきた。多分我々の活動を追う人物がいないか。佐渡公爵が探り回っていたという噂もあっちに。噂を知る奴の牢獄に。
ローズは神殿探しにまるで興味がない。なのになぜ彼なのですか。私ならあんな輩に勝手なことは。ネズミは何を欲しがる。食べ物でしょうね。はあ、お前は私欲に訴えるわけだ。だがそれではダメだ。民は死んだぞ。私は人間を知っている。何を恐れ愛するのか。ローズは悪人か。疑うべくもない。だが私、このナポレオンならば、あの男をフランスのために利用できる。大衆は頂点へと這い上がれる希望さえ持てるならば、自由を捨てるだろう。神殿の秘宝があれば、まやかしの希望を与えられる。そして栄光へと導ける。あいつを止めて、人々を助けないと。運命を先延ばしにするだけだ。どういうつもりだよ。無駄に命を捨てるようなものだ、坊主。もしあんたに無理なら、俺がやるさ。待て、レオ、戻ってこい。どこに行った。酒売ってるな。お前らみたいのとは取引しない。通してもらうぞ。
考を渡せ。どうして？一体何だって言うんだ、こんなもの。俺はこの国を出る。そのために必要だ。未来はどうなる？互いを思いやる自由なフランスは？大人になるんだ。フランスは忘れて、自立しろ。どうすればそんな人手なしになれるんだ？お前には救えない。彼らは戻らないんだ。あんたも電柱と同じだ。